やべえ、もうダメだ。バンク激ヤバ。ヤングお前のせいでバンクしたわ、バカ。やりましたー。あー、やばい、やばい、やばい。え、マジでこれ放送しないで。おーし、レッチ。もう一瞬あるぞ。あやばい、当たり一回で終わっちゃうのかな。もう一回当てれば勝てるよ。よっしゃ、もう次で止まんないと、次でここで止まんないと。あ、長い、あ、長いと思わせるなよ。優勝は不可能かと思われたその時、とんでもない出来事が。ないか。二とか揃われても。あとクイーンはね、音楽ですから、やっぱ音楽が盛り上がってくると当たりも近いっていう。ナナシーもそうだったけど、このドゥータラ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 タラッ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 ピリリ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 リ最後まで諦めずに、優勝目指して頑張りましょう。誰か当てたいな。11分の1の道が当選しない。さあ来ました、7回目か8回目の道。なんちゅうさ、あんな多くない、上なん、そんなないよね。ワンリーチライトミドルの影が当たって残り1分。おいおいおい、残り1分。おい、ひげやってんでしょ。残り1分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 。おい、ひげやってるよ、これ。これパンクが痛かったな。痛かった。ワンチャンスしかないんだね。あんまりポンポンって当たったからさ、向けぐらい簡単に当たるかなと思ったら、ワンチャンスも延長ですよ。当たったり2回取ったらもうすごいことだ。最後に1回ぐらいかかって、あそこに命組に入って、第3ラウンド残り10秒。9、8、7、堀玉ありかな。堀玉ありかな。4、3、2、1、堀玉、はい、終了でございます。お疲れ様でした。あー、終わった。あの、ここはでは、お坊チームです。ハンケチームの方は、ハンドルから手を離してお待ちくださいませ。はい、皆さん、第3ラウンドお疲れ様でした。お疲れ様でした。頑張ったさあ、早速、第3ラウンドの結果から。今度は第5位から。お、5位から。第5位、さだまマイナスの15,160ポイント。
大谷さん。やったー。ここですよ。やっぱメリハリの強いね、勝負していってことです。今一番に当てといて。当てた。はい。すいませんでした。かなりも一番取りやったね。早掛け勝負って聞いてたんで。はい。早掛け勝負。じゃなかったですか。はい。5位でした。ありがとうございます。はい。では4位。はい。マイナスの55,633ポイント。はい。森山さん、はい、うおー、こちらもパンクでパンク、はい、パンク、パンクブラザーズなんで、そんなバッチリだったでしょ、パンクが連発してました。はい、はい、続いて第3ラウンド第3位はマイナスの2,990ポイント、中武さんです。マイナスだもんな。マイナス一回しか当たらなかったです。それでは第2位、プラスの9,162ポイント。すごっ。あー、2位なんですね。あら、いやー、もしかすると、あれあれあれ、はい、あれ、はい、あれ、はい、あれ、第3ラウンドの第1位、おプラスの17,680ポイント。すげえ、やんとね、ありがとうございます。おお前らその、あの、優勝ギャグやめろ。なんかわからんけど。ポイント聞いてんだよ、こっちは。なんかな。全員言ったからね、これ優勝あるんじゃないですか。やかましいわ。これででも風分からなくなってドキドキしません。最後にね、やっと存在感を示せたんで、ホッとしてます、でも。はい。はい、それでは、総合成績の発表に参ります。はい。第3位から。はい。トータルポイント11ポイント。大崎さん、うわあ、大崎さん、ま一回戦二回戦頑張ったんでね、はい、頑張りましたんで、しかし優勝なかった川さんね、お疲れ様です、はい、ありがとうございます、はい、そして第2位と行きたいところなんですが、同一1位でございます。お、同率って指さすんだね。おかしいだろ。あれ、あんちゃんじゃん。何が、あんはだってあんちゃんってくれちゃう。あるかも、あんの、あれがマジでな、あれおかしいやろ。トータルポイント13ポイント、はい、中武さん、あ、うわー、すごい、おめでとうございます。そして、そして13ポイント、ボンスさん、うわー、よっしゃー、おー、やった、お、勝ってましたよ。ふざっ、というわけで、何これ、もしかして同率のまさか初回において2人優勝、はい、優勝っすね、はい、これ何も、あの、決めなくていいの、なんか決めなくていいです、え、ぶん殴り合いとか。これなかなかの生きのいい対決になるよ、これ格闘技でみたいな、いいやつさん同士が殴り合う相撲でね、お互い、ここはやっぱ、あの、ヒゲレフェリー、やっぱこれ1位を決めるのかも、仲良く平和に2人で分け合うのか、これどっちがいいですかね、はい、こちらは運営で決めさせていただきました、はい、1ラウンドと3ラウンドの定まトータル勝負にさせていただきました。なので1位はやべえ、もうダメだ、バンク激ヤバ、ヤングお前のせいでバンクしたわ、バカ、やりました、あー、やばい、やばい、やばい、ボンさん、おー、おーい、おーい、おーい、いやー、マジ嬉しい、よかった、ちょ、前行くわ、あー、よかった、前行くわ、前、対戦とか持ってたやつだ、確かに今年優勝させて大丈夫ですか、今度今年来ますよ、ここ、ダンボが、じゃあこれからは大崎さんのバトンタッチして、あ、だって俺のはずなんや、まさかボスさんね、頑張りましたよ、さあ、おマントだ、なこれ、なこれ、なこれ、これで帰っていただくっていう、これは恥ずかしいですよ、結構これで帰っていただくっていうのは含みで、いやみんな、うわ、ケルチャピオンだ、わー、すげえ、もうあの、お梅戦がもう盛り上がりまくりですよ、浸水そうだね、うわ、いや、ほんと、あら、似合わねえ、これ、あ、これも、おめでとうございます、あ、うん、あ、ついしまった、俺は、お、でかっ、なんだよ、我々で分けるつもりだったのに、ありがとうございます、
え、あ、まだですか、まだあるんですか。そうじゃないですか、これ今日のあの、え、いいなぁ。いや、あの今日一日振り返っていかがでしたか。あの賞レース今まで何回か出てきたんですけど、優勝したことなかったんですよ。やった、マジで今日初優勝です。おめでたい、本当に嬉しいですね。やった、優勝バージンはね、内容でそうです。いいんです、ちゃんと出したじゃないですか。まあそうです、ちゃんと出してますから。はい、そう、はい、ということで、あの、よかったですね、何十年越しでね、今まで数々の、あの、番組で来たの、ここでリベンジということになって、はい、あの、必ず優勝の方に聞く質問があるんですよ、はい、エンディングで、ね、ブッサンにとって、はい、パチンコとは一体何でしょう。あーっとですね、私にとってパチンコとは人生を助けてくれたものであり、そしてぶっ壊してくれたものでもあります。はい、ね、愛憎入り混じってる感じやな、はい、結果的にあの壊れた方の後悔の方が大きい。そうですね、そうです。というわけで、はい、人生の死であり、そしてぶっ壊した、はい、なかなか奥深い。そう、でもそのね、ヤクさんおっしゃったように愛憎入り混じったまま、はい、ずっと付き合っていくのがパチンコなんで。そうですね、はい、これからもあのこの称号を胸に、はい、あの、ツイッター書いておいてくださいね。あ、書いておきます、書いておいてくださいね、はい、それで、あの、あと30年人生全うするまで、はい、20年ぐらいで割と生きてるじゃないですか。お付き合いいただければと思っております、はい、というわけで、はい、パチガムチャンピオン、レトロ選手権優勝はボスさんでした。おめでとう。ちょ、はい、いや、それでじゃあ3位までしか行ってないから、うん、まあそうだね、じゃあ5人飲んだよ、で一応なったじゃないですか、この後の飲み代を誰が持つかっていうのは、うん、ビリーの、なるほど、ガスキーは違うか、ガスキーしかない。俺は大好きなんですか、いいんですか。それで自分がおかしいやろな、おかしいけどすごい不安でしょうがないです。4位と5位、4位と5位、これ集計の方 できてるんですか。いいですか、はい、できております。さあ今日の、米軍マダムパブの、どこにいる敗戦国の証みたいな、やめろ、なんか分からんけど。さあ良いと思いの発表です。はい、俺か兄です、うん、はい、はい、そうだよね、まあ、ちょっと待って、そうね、これね、うん、一発大勝負の時に、はい、最初の2分受けなかったの。ああ、じゃあそれ加味しておきましょう。0.1 ポイント、皆さんなんだよ。 0.1 ポイントちょうだい。 0.1 ポイント、はい、 0.1 ポイントでいい、はい。おかしくない、なんか分からんけど、よ、ヨングさん優勝の感染まである、ね、もう一人やん。さあ発表のお願いします。はい、はい、こちらもトータルポイント9ポイント、はい、9、うん、同率2位でございます。おっと、ここで 0.1 ポイント聞いてきた。違う、おかしいだろ。おい、誰やこのルール決めたの。じゃあまさかの同点は誰も持ってないんで。そうやっぱ持ってますね、ヤンさん。おかしい、はい、勝ったよ、俺出たよ。じゃあ、お安く時間4万円ぐらいのお店にしておきます。4万円とか。さあ、それでは皆さん、はい、ヤングさんのお財布で仕事へ行ってみたいと思います。間違えたの、はい、行くぞ。俺が負けたの。そうです、なんとおかしい、絶対おかしくない。これ普通最後は逆転可能みたいなことになってるわけでしょ、うん、なん、うん、取ったやん俺こう1位で。そう、ほんで B なんや。さあそれではね、最後ボスさんに皆さんで改めてお祝いと、はい、ヤングさんにありがとうの、はい、祝報の方をあげさせていただきます。ボスさんとヤングさんおめでとう、ありがとう。ありがとうございました。ヒゲさんも本当にお疲れ、ありがとうございました。はい、OK です。ありがとうございます。なんか地獄のような、いいねこれ、これいいかもね。これちょっと新しいかも。すごい褒められた。これでビリやろう。一番いいです、おめでとう。はい、OK です、ありがとうございました。じゃあそれでは皆さん、はい、マダムパブの方に行きましょう。最後ありがとうございました。寿司屋やろ、寿司屋、ごちそうになります。さあ、
さあ、というわけで、会場移りまして、祝勝会の会場でございますね。はい、パチガブチャンピオン第2回のレトローは、ボスさん、はい、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。頑張ります。あのさ、この後の米軍の警備がたくさん来る。あんな高いの頼むなよ。いや、安いでしょ。お願いしますよ。よし、まあ、今日はヤングさんおごりなんで、あのスタッフの皆さんもご遠慮なく、初心となるのよ。ボスさん、これやっぱ積極的にやっぱ、ね、優勝したんでね。どうですかね。でも本当にいろんなのに出てきて、本当初めてだったの。あのテレビチャンピオンも2位と3位だったんですよ。あら、なのであと一歩のところで毎回届かなくて、なるほど、だから優勝できて本当に良かった。優勝してたらね、でもテレビチャンピオンの時、そしたらもうあの来店案件付き30分ありました。そうなんですよね。そうなんですよ。そこで逃したんですよ。あそこで優勝するしないでだいぶ違いますからね。その通り。でもあの第1回優勝した人は今、はい、チャンピオン木崎さん何してるか、はいはい、何してるかよく分からないんで、いろいろな人はいるんでね。はい。まあ遠慮なくみんな食べてくださいよ、ヤングさんのおごりなんで。ヤングさん、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 呼ばれて。いやでもフッサーね、いいところですよ、ほんと。うまい。すいませんね、カメラの皆さんね。金目鯛的なモニターやん。白子っすか、うん、この前痛風出たんですけど大丈夫ですかね。いや、良くないよ。あれ痛風出たんですか。この前痛風だったんですよ。なんでビールとか飲むんだよ。まあ、薬飲んでるんで。いや、一回爆発したらなんかしばらくええっていう。ボスさん、太ってないのに出るんだ、それでも痛風って。お腹だけ出てるんですよ。いや、言うて別にその中竹さんの方がやばいじゃん、うん、やばいわ。これはこれ筋肉ですよ。中で割れてますから、ビッキビキにシックスバック、はい、いやでも本当にまあ、こういう機会ってなかなかない。でもなんか5週ぐらい回ってこういうのはまた若い人にも受けるみたいな、うん、まあなんかそんなご時世になってよかったなと思う。やっぱ昔取った杵塚でなんとかあと十数年食いつなぎでいかないと先はないから我々、ね、今の代の新しいなんとか期待値とか知らねえよバカって話じゃないですか。バカじゃない、ごめんなさい、怒られてるんで。リーチの期待度を覚えるゲームじゃねえって話なんですよ。そうだ、その通りだ。そうだそうだ、その通りだ。そこのところをね、強く。それ若い演者さんに言って老害扱いされて。そうですね。まあ皆さんもう30年以上ご遊戯をされている。一番好きな機種っていう定番のご質問でもさせていただかないとやっぱりトークなんで。カンペ通りですね。ちょ、一目見てわからないの勧めてんの。ちょ、そしたらちょ兄貴さん言ってくださいよ、そこは。そっか、うん、業務に関係した方がいいのか。いやいや、しなくてもいいよ。今まで一番好きだった場合。一番好きだった場合、うん、何やろう。そもそもパチンコは好きなんですか。何をおっしゃってんですか。いやいや、パチンコが好きなんですけど、パチスロってあんまり好きじゃないんですよ、実は。あ、そうなの。パチンコは大好きなんですけど。ムツゴロウさんが動物嫌いだって。そういう、そういう印象ですよ。残念しくったら実はっいや、パチンコ好きですよ。ね、でもね、やっぱり役物系のパチンコが好き。デジタルのパチンコ好きかって言われたら、うん、結構苦痛。今のパチンコは正直言っちゃうとちょっと苦痛。はい、まあデジタルしかないからね、今。うん、例えば役物では何が好きだったの。役物でね、一番打ったね、今日打った羽物台もそうなんですけど、うん、一般電役の三国志ヒーロー三国志。あれクルーンのやつ。そうそうそう、クルーンで。サンダースケルトンじゃないですか。サンダースケルトンあった。忘れてた。そうでしょ。大崎さんからお金もらったやつ。攻略王大将ガイドの。普通に応募して、まだこういう仕事する前に。そうそう、普通に賞金取ってんの。すごくないと思っちゃってん。ありがとう。サンダースケルトンのネタね。そうそう、だからああいう系が好きで、もうなんつうのかな、クルーンがあるだけでもう嬉しくなっちゃって。あ、いいっすね。クルーンは人類最大の発明ですか。本当ですよね。あんな名前がクルーンだからね、うん、最高で、うん、本当ですよ。あんさん今日ね入んなかったけど、コンビで、うん、そうそう、あれでも癖は良さそうだったからね、うん、そう、綺麗に手前入ったね。ヒゲスティンジャーは一発当てた。そうそうそう、やっぱヤングさん下手だったって。
もうな。いや、津田とやってたじゃない。そうそうそう。それうまい。あれは。天国も4連鎖してるし、あれうまいうまい。あれは褒めてねえから。ねえ。え、ボスさんは？まあ、たくさんあるんですけども、ね、CR 花満開です。マジか。でこれちょっと変なエピソードなんですけども、うん、実は全盛期の時に全く打ってなくて、うん、スルーしてたんですよ。やっぱ鉄火バッターだったん で、うん、で他の打ってたんですけども、30超えたぐらいからテレビの制作会社の人が花満開好きだからっていうことで一緒に打ちに行くようになったら、うん、ハマったんですよ。あ、そっからね。そっからハマりました。だから30超えてからハマった台ですね。あとハマり。さあ、じゃあ中竹さんは。私はですね、一発台の聖夜ですかね。あ、聖夜マジで。勝てなかったですけど。だいぶ年が高いだね。勝てなかったけど、ひたすらもう使っちゃいけないお金まで使って、うん、へえ、打ってました。これ一発入れば、一発入りさえすればたくさん入るけど真ん中に入んないような積みでしたからね、あれも。っていう中でのヤングさん好きなのは、モンローって今一緒に言おうと思ったけど、でも、うん、今一番かって思い浮かんだのは、皆さん好きだったかどうかわかんないけど、カリブ6っていう。やりました、当たってパンク、当たってパンクの繰り返すやつね。あのスゴロクで延々ループする、はい、あんなゲーム性の台他ないから、追随の台も出なかったし、あんなもうやきもきした台。そうそうそう、まああれ変態ですよ、西尾氏マジで。だからサラダメッチャー台は単発打ちだからでかくないんですよ。そう、入れるのは1個しか入れないっていう。そうそう、あーなかなかレア台ですね。まあでもちょっと特殊なゲーム性で、ね、超特殊な台だった。ちなみに僕はあのアメリカンドリームでございます。強楽じゃないじゃない、あの豊丸のね、豊丸の方ね、山陽の方じゃないです、あのレジバチじゃない方、ね、うん、っていういろんな台を打ってきたんですけど、まあやっぱ全員の話もやっぱり儲かった台とかありますかねみたいな、プロの方、そしてあのやからの方、やからの方、今年の方、はいはい、いるんですけど、俺実はあんまり儲かったことは100万ぐらいしかないんで、月のプラスはプロ時代でも。後楽王で唯一ちゃんとやったのは、あの体感機のブラボーストロングアルファはちゃんとやりました。言うてあの回転回った方が割が良かったんで1ヶ月半ぐらいでやめちゃったんですけどね。それもやりたくてやってた。そう、趣味でやってた、うんうん、なんか攻略してみたいってあるじゃん、そういうの。分かるよ。しかも変な道具をあの20万ぐらいで買って、うん、それ持って潜ませていくみたいな、かっこいいみたいな時代があったんで、そう、それしかやってないですけどね。だいぶ兄貴なんて長いじゃん。私はね、やっぱりね、ミサイル 776D かね。でも攻略法ではないですよ。でもいや、でもね、俺も一番稼いだのは多分ミサイルな。ミサイルだから時期が良かったんだよね。そう、あれの真相を回って、そうミサイルもあれ攻略終わったんですよ。え、単発あの定量製の店で、どういうこと？限定ですけど、宇都宮になると、あ、打ち出し止まるじゃないですか、うん、そうなるちょっと前に下皿詰めるんです、うん、あ、でパンパンになると普通は打ち出し止まるんだけど、ちょっとずつずらしていくと打ちっぱなしにできる。あ、それで持ち玉でもう一回当てるまでやるっていう、裏玉いっぱいぶっ込んで、でそろそろもうチューリップに弾溢れてきそうだなってなったら、うん、ダーってやって、うん、チャリンチャリン来て、その途中で打ち止めかかるんですけど、うん、その後もチャリン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 、うん、それで1000発ぐらい多く、なるほどね。ただし、うん、次に甘い台だからっつって同じ台戻ってやると、うん、打ち止め1000発少なくなっちゃう、うん、だから他の人に打たせないといけない、次の人の分食ってるんだよ。悪いな。そうなんです。でもやっぱ自分であの弾運ぶっていうのは当たり前だったんで、まあ今はね、その不正防止の理由もあって運ばせないんだけど、でもやっぱ店員さんに弾運べとか箱あげろっていうのはやっぱちょっとこう心苦しくて、最初違和感あったよね。自分でこう下の上げて座ってもらってガッシャーみたいな、帰って店員さんに怒られるみたいなっていうのはちょいちょい今でもあるからね。でもそういったらプロ同士で打っててさ、うん、弾の回しも言ってるからさ、うん、そうやね、横の台をさも自分の玉みたいに打ってあげて、後で払うみたいなさ、そうそう、やつやつだ。そう、でもマジで月の平均一番トップ月収みたいな、僕は100万ギリギリあるかないかなんですよ。これ120-130万。でもそれも死にそうになったからもう無理っつって、ああ、まあ持久性だからね、パチンコって。要するに、うん、
で、それがミサイルの頃とか。そう、私もなんかミサイルで100万くらい。200は行きました。200行った。あ、すごい。え、200すごいな。1日10万円勝てちゃう、平均で。え、すごい。あれ20何回取れて、うん、そうなんです。でも200万は自慢できるね。できるかな。俺は200は取ったことないよ、1回。え、すごい。そんなにね、でもフルで20日間稼働したらもう200超えてた。うん、しかも20日だからね、30日じゃなくて。3週間です。え、すごい。え、ボスさんは結局マガジンの時で正社員だったんで、うん、そんなにプライベートで打ってるっていう感じじゃないんですよ。で、攻略法で言うと、その当時まだ合法だった肛門ちゃんの体感機が1日あたり5万円ぐらい買ってましたね。合法だったんです。あの当時は合法です。当時合法ですよ、はい、当時合法ですよ、はい。まあ、今でも合法だと思っているんですけどね、うん、持ってましたからね。で、平で売って実は120万ぐらい買ってたのがあったんですよ。それはどんな台？新規オープンで500分の1ぐらいの台あったじゃないですか、うん、初代エヴァーとか、はいはいはい、あの時に35回ぐらい回る店があったんですよ、うんうんうん、1ヶ月ぐらい、うん、それをずっと打ち続けて120ちょっとあったんですよ。え、すごい。でもやっぱ当時はね、さっきもボスさんとちらっと話したんですけど、ね、とあるメーカーが握りつぶしたら絶対に言えない話あるんだから、ね、ああ、ありますね。あのね、本当にまあ皆さんは損も得もしないと思うんですけど、これやる、これを表立てにされると検定取り消しになってメーカーは何年間信頼が出せないんで絶対に表立てすんなみたいな、うん、じゃあマガジンさんにも来たわけでしょ。そうです、来ました、はい、ガイドにも来て握りつぶした話があるんで、これは、うん、いざとなったら、いざとなったら出しますよ。ジャーナリズムどこ行ったんだよ。さあ、今後の業界どうなりますか。これやっぱ指揮者の皆さんなんで、業界展望っていうのを語っていただかないとね。やっぱりヤングさんじゃないですか。そうですね。ここはここはだから散々グレーな話をしてたんだけど、社会派の YouTube チャンネル持ってますね。でも社会派なんで、世の中が白黒はっきりしろっていうことになって、今パチンコはそれに一生懸命合わせてるようなことじゃない。ハンドル固定だってそうだしさ、もう黒だって言っちゃえばいいんじゃないですか。そうね、営業時間だってそうだし、何だってそうだけど、だからそういうのに、だから俺らはそれが好きでやってたんだけど、まあ違うもんになりつつあるよねっていう。でもまあそれでいいですっていう人だけがやるものにまあなってくんだろうな、そのね。もうね、いらっしゃいませとかね、ちょっと違うんですよね。やっぱパンチの仁王たちの店員がジャラジャラして、うんうん、もうしかもタバコ吸ってっかね、通路の中央で。両替機の上にね、タバコと灰皿置いて、ピーって引っ張るやつね、ピーって引っ張ってね。中田さんどうなの、パスロ業界の動きもいろいろあるけどさ、はい、この先スマスロですね。あ、もう時期やんか、始まりましたけど、うん、もう始まっとんだよね、これ。そう、放送された時も出てるんで。始まってんのに、ま、年明けてんのにまだ打ってないんですよね。まだ打ってない、おかしな話なんですけど、うん、たばら積みできなくなるのが辛いですね。なあ、それやっぱり世界選手権保持者やから優勝。なんかね、たばら積みした写真をツイッターに上げるとすげえ反応なんですよ、なんか知んないけど、うん、え、なんでみんな多いな、積み方が尋常じゃないもんだ、たけちゃんのやつ。だからそれができなくなる、つまり死活問題、下皿もできないもんね。そうです。っていうヤングさん、ちょっと顔の広いヤングさん、一番美しいなと。美しいな、うん、綺麗なんだ、あれやろ、ハース的みたいな、なんかそういう目で見れないの、本当に。うっそー、じゃあ俺最初言ってきますよ、カオリッキーさんでございます。もう最高ですね、本当に。お前笑いすぎだろ、なんか組むとこあんのか、お前ありまくりだよ。ちょっと皆さん言ってください、そこは聞きたいんで、こういう下水話は。可愛いのはね、うん、誰やろ。でも今出てる人みんな可愛いっすよ。まあまあ、ほぼ本当に。それはそう。正直誰でもいいんですけど。まあ誰でもいいね。正直誰でも。やらせてみたら誰って話。すごく綺麗だなと思ったのは夏美さん。ああ。やっぱ綺麗っすね。可愛い。すごいですね。ちょっとダントツぐらいちょっと綺麗ですね。そう。あと写真のビジュアルもすごい綺麗なんで、あの人は。これね、ボスさんがね、しばらく見えなかったから。ああ、確かにそうですね。何してそうだよ、ボスさん何してんだよ。だから結構表舞台から、まあ、
影の方に行って、でタクシーの運転手をやったんですよ。やってたやってた。で、あれなぜかというと結局東日本大震災があって、来店の仕事がゼロになったんですよ、それで何にもすることがなくなったんで、タクシーを始めました、でそれを8年半やってたんですよ。8年半やったんですよ。すごいな。だからコロナが来ちゃって、だからお客さんいないじゃないですか、でそれでもうどうしようどうしようって言ったら、あの今やってるパチバカチャンネルっていう方のところに関わったら、じゃあちょっとぜひうちに来て一緒にやってくださいっていうことでパチバカチャンネルを、ね、やってるから、ボスみたいな方は珍しい、ね、あ、珍しいと思います、一回聞いてますからね、一旦まあ引退に近い状態になってたってことでしょ、まあ、そうです、はい、一緒に仕事をしたい人ね。あ、でもね、私ね、最近大崎さんとヤングさんと仕事多いんですけど、やっぱり楽ですよ。楽やね、同世代で、まあ、若い女の子も可愛いけど大変じゃないですか。大変ですよ、ケツ見てるとなんかいろいろ言われるし、そういうのもあるかもしれないけど、はい、扱い方が難しくて。わかります。まあ当然わかってると思って話したことが通じてないみたいな、通じてなくて、それのギャグが通じなかったって変なふうに思われたり、それもあるある、あるな、あるんです、おじさんあるあるなんで、これでも一緒にやりたい人か、一緒にやりたい人、え、一緒にじゃなくてやりたい人でもいいよ、まあ、じゃあ広瀬すずバカだなあれあれ、でも一緒に仕事したい人はね、やっぱり売れてる人ですかね売れてる、あのやっぱ磯丸さんかな磯丸さんと仕事したいな一番辛かった仕事、いや、やから系とかヤバ系の仕事はある？あります。ある、あのマガジン、前マガジンに、某五都市の下っ端がセット打法を売りに来たんですよ、でそのセット打法が本当かどうかを確かめないとお金払わないということで、一人で行かされて、五都市が来るかもしれないところにですよ、で一人でセット打法をやって、でそれを確かめに行ったっていうのと、ガセだもう台はない、台はミルキーバーとか、あのやつ、エクソガセじゃないの、だからお店の店長とその五都市が組んでるやつです。あ、なるほど。だから決まった時間にしか来ないので、その時間は外して行ってくれって言われて、でも実際に来る可能性もあるじゃないですか、すごく怖かったですよ。できたんですよね。でもちろん できます。あ、はい、できたの、できました、じゃあ組んでるんだ、ぶら下がり、そうそうです、ミルキーバーか、ミルキーバーと、あと CR 名画、あ、平和の CR 機のね、初期の、だから左に何かが出たらそこから1分か手を離してみたいな、そういうやつです。そう、そういうセットだ、本当にあったから、本当にありましたね、ゲーム機もだったし、海もあったし、そうだよね。僕はあのあれですね、すっげえ金貸してるやつが金返せなくなって、そいつが店員に言って、あの設定漏洩できるから、それで上がった金で金返すって言われて、でそしてなんかみたいになるじゃないですか。これ今までどこにも喋ったことがないんですよ。これ使っていいかどうかすら分からない。それで多分絶対アウトなんですけど、え、マジでこれ放送しないで。いや本当に。じゃあ寒いんだよ。それに尽きるぞお前。この時が一番売れたから。え、どうすんだって。何年前？何年前？え、20年ぐらい前です。じゃあ会社辞めてすぐや。すぐの時。私がね、使える話で言うと、前ね、あのね、20年ぐらい前、ガイドの編集長が辞めたんですよ。でその方が、ね、仕事はあるんですけど、どっか行っちゃう。大崎さんどっか行っメキシコやろどっか行っちゃって、そのたんびに私のところに、大崎さん風にこれを書いてもらえますかとか、大崎さんの代わりに。ゴーストやってたの大崎さんの。そう、山梨行ってもらえますかとか。連絡がつかない。それを安田さんから電話かかってきて。あー、断れんやつや。そう。明日の朝。これ使えるでしょ。それも無理。それは使えない。そうだからあの安田プロに嫌われてるんですよ。はい。山田さん、山田さんも嫌われてます。嫌われてる。お酒が進んできましたね。じゃあ次は楽しかった仕事ですか。はい。はい。じゃあ私からいきますね。はいはい、楽しく今までで一番楽しかった仕事。何何？今日です。すごい。ありがとうございます。
はい、そういうわけでちょっとお先に失礼いたします。お後がありがとうございました。この後も皆さんご覧ください。ありがとうございます。楽しかったというか、結構テレビ出させていただくことがあって、はい、で地上波も結構出たんですよ、うん、で本当に NHK 以外は、まあ、全部出てるんですけども、すげー。その中で一番やっぱ印象に残ってるのは志村けんさんの番組に出させてもらったんですよ。ビーバー志村けん、いや違うんです。違う、ダチョウ倶楽部とか、うん、結構そういう人たちがいた中で、すごい、だからこの業界で多分志村けんさんと推しの番組出たのって私だけなんですよ、うん、いやそうです、それがすごい思い出に残ってて、あれは良かったですね。なんか打ったの？打ってないです。あのバレーボールの、うん、なんですかね、ピッチングマシンみたいなのでバレーボールが飛んできて、それに数字が書いてあるんですよ。それをこうやって見ながら、何が書いてあるか見るってやったわけないけど、でも大体それで見てる間にダチョウクラブが顔面で受けて終わりみたいな、ね、そういうあスロットのプロは動体視力いいのみたいなので呼ばれてるってこと。それで呼ばれていったんですね。へえ。あれは本当にいい印象です。はい。俺はね、なんか上岡龍太郎さんの生番組に出たことがあって、そう、上岡龍太郎には騙されないよ。あ、そうか、それ生なんだよ、うん、生でしかもですよ、うん、攻略をやってくるみたいな、あ、やりますよって言ったら、うん、いきなり会ったのがキャプテンルーキーかなんかで、俺打ったことないですけどみたいな、みたいになるじゃん。でやばいと思って、でも生なんで知りませんとか打ったことないって言えないんで、ちょっとこれどこのタイミングでどれを押せば当たるんだみたいな、その大門つきさコレクターの人にいろいろ聞いて、さも自分でこここれ押せば当たるっしょみたいな、それで当たって言葉決めたっていうのがあったんですよ。すげえ。そう、まああれは楽しかったというか、ハラハラした地上波の、しかも何、まあいい時間帯にやった番組なんで、失敗するわけいかないじゃないですか、でも番組側はプロ来てるから絶対だやばかったなと思って。でもそういうのも今ほら地上波でパチンコ取り上げることほとんどない、まあそのドキュメントでね、あの担保出たけど、そういうものになっちゃうからバラエティーとかほとんどない。はい、今日はいかがでしたか皆さん。一番楽しく打ててた時期の台を打って、まあ確かに勝負ができた、それはそう、それはすごい楽しかったんです。そう、本当に誰が当たっても結構嬉しかったんですよ、なんか分かる。いや本当に昔を思い出したって感じですね、うん、あのタイム感、グルーヴ感っていうか、その球が減っていくと遊戯の流れる時間が違うっていうかさ、今やっぱりね、1000円15、6個の台をまあずっとハンドル握ってるってだけだけど、そうそう、だからやっぱ7個とか出てきて間がつながってさ、上皿になった時のさ、球の減らなさとか、そうとかって、やっぱこう、やっぱ庶民の娯楽だったんだなって、これも悲しい話で過去形なんだけど、だったんだなっては思えた。やっぱり今日ヤングさん羽物近くで打って、うん、あれ全然減らなかったね。そう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 。で当たるんだけど増えないし減らないしってね。さあというわけでね、6話にわたってお届けしましたが、うん、最後まで見ていただけたんですかね。最後に見た人しか今日のこの締めトークがないはずなんで。そう、最後の最後ね。そう、2023年パチンコ業界激動ですよ。うん、はい。スマパチが始まりました。そう、はい、うん。楽しい方に転がるよう皆さんもね、精一杯パチンコとの、関わりを熟成していただいて、楽しくご入りいただければと思っております。我々老害からの、うん、アドバイスでございます、はいはい、というわけで2023年もよろしくお願いいたします、はい、皆さんありがとうございました、はい、また年末会いましょう、はい、さよなら。